はいこんばんは園蔵です今日も youtube 始めさせていただきますよろしくお願いします本日のお品書きですこんな感じですねまずはあ雑談ということで、えー、雑談に3分で終われればと思いますあと米国指標いろいろで今ちょっと株ドル高株高みたいな感じなんですがまあそんな中,中でえっ、ー、とーまあえっ、ー、とー 炸裂したのが六兆ドル法ということでまぁ、あ、ここら辺のお話ししていきたいなと思いますので、えー、よろしくお願いしますでえっとそうですねえっとまずは雑談なんですけど今ちょっとストックボイスさんに出させていただいて、えっと クリプト化アンシー暗号資産についてお話ししてくれということだったんで、今日それだったんですね。で、まあ、暗号資産に関してはいろいろな、あのー、考え方あるよね、みたいなあ感じで、えー、お話ししてて、えー、まあ、こんないろいろな話が、あのー、あって、えー、ブレーナードさんが、えー、とブレーナードさんって FRB の理事で、 えっと、これ、えっと、コインポストなんですけどの記事なんですけど、ステーブルコインなどデジタル化された民間通貨が米国の決済システムに導入されることに懸念を表明しているというような話をしてましたよね。で、これなどさん、もともと暗号資産に関して割とポジティブなことを言ってたんですけど、えっと、やっぱり本格的なやっぱり法定通貨になるのは、 なならんんとというところなんですかねブレナナドさん次期 FRB 議長の呼び込みも高いということでもしかしたらブレナナドさん、えっと、パウエルさんの後を継いで議長になるかもしれませんね。まあ、なぜならば、えー、ブレナナドさんはト、えー、派なんですけど それにもまして民主党員ですし民主党員であるとともに女性であるということでやはりバイデン政権としてはその、まあ、女性が、まあ、今やマイノリティとは言わないんですけど女性であることプラス、まあ、もちろん女性である前に優秀であるわけなんですがと、えっとまあ、民主党ということで、えーまあ、選びやすいっていうところもある、まあ、その人の発言ということでやっぱりここら辺はあの すごく重要視しておきたいなみたいなお話をしました。まああとはやっぱりそうですね。えっとまあ日経の記事なんかでもねアメリカの内国税入庁 I R S まあここはえっと税金とかえっと社会保険、えー、保証、えー、保証品なんかのもうこうお 取っていくところなんですがまあ、えっと、1万ドル以上の仮想通貨の送金についてえ報告義務を課すということで、まあ、ここら辺マネロンだけではなくてやっぱり脱税なんかに絡むところなんで、まあ、そういう意味ではいろいろな、あのー、締め付けがちょっと増えてきたかなということで今後その暗号資産の位置づけっていうのを えっと、今後いろいろ変わっていく段階なのではないかなというふうに見ています。まあ、そんなお話をして、えー、きました。えっ、ー、と、それとあと、メンタルについてお話したんですけどね、メンタルはまた、えー、今度ということで、えーえー、また、あのー、メンタルのお話もしたいかなと思います。はい。じゃあ、まずは次は、えっ、ー、と、アメリカの指標をいろいろということで、GDP 発表になりましたね。で、 どんどんということで、これぐらいもう少し大きい方がいいか。これすいませんね。手際は悪くて。はい、えー。こんなとこでいいですかね。はい。えっと、第1クオーター6.4%ですよね。で、第2クーターの4.3から増加ということで、えっと、パーソナルコンサンプションエクスペンディチャー、個人消費が11.3%。やっぱりここがアメリカの肝になるところですね、えー。伸びましたね。えっと、第えー、2020年、 第4クォーターの2.3から11.3ということで、ここが特に伸びましたよね。まあ、ここはいい傾向かなということで、なんといったってアメリカは、えー、と GDP の7割個人、うん、消費なんで、ここが伸びないとアメリカ経済いかんですね。で、まあ、いあのディアブルグッズとかで、耐久剤が結構いいぞっていう感じですよね。うん 売れてると割と高額なものですよね。で、アルブルグッズって、やっぱり車であるとか、その大きい家電であるとか、まあそういうものも含めてなんで、個人消費の中ではね、やはり大きめのものが売れてきてるなぁということですよね。で、そうですね、あとは、あとはちょっと、まあ企業の投資なんていうのが少し落ちてますね。マイナスあのー 落ちてますねこれ何なんでしょうね、まあ、ストラクチャーというところなんですかねまあえっとレジデンタル16.9やっぱりレジデンタルっていうここえー、っと住居ですね住居なんかは12.7っていうふうに大きいですよねうんまあえー、まあここら辺は大きいんで比較的えー、っと住宅投資っていうのは 顕著だよっていうところですねあとはエクスポートが2.9インポートが、えー、インポート6.7プラスってことは普通輸入というのは、えー、GDP のマイナス要因なんですけどここが増えてるってことは輸入がちょっと減ったんですかね輸入の分がね。 まあそんな感じでアメリカ経済は好調ということで6.4%の第1クォーターを改定中で特にこれでいいなと思うところはえと個人消費が伸びてるってことは今後にもえさらにあの消費が加速する過程ではもう少し GDP がえ大きくなる可能性っていうのは十分あるかなというふうに思います。 はい、えー、と GDP に関してはこんなところで、えー、次は、えー、失業保険申請件数ですね。これも、あ落ちましたね、かなり落ちましたね。うん、あのいい感じです、いい感じです。えー、と5月の8日の週が47万8千人の人が、新規失業保険の申請をしました。で、5月15日は44万4千 で、今回は、えー、22日は40万6千ということで、だいぶこれが落ちてきてますよね。うん、で、えーと、これ、失業保険申請件数、大体いい普通平時であれば20万から25万、2万から22万ぐらいのところでしたよね、景気がいいところだとね。ですから、まあ、まだ2倍の人が、その頃より2倍の人なんですけど、まあ、かつてはこれ70万、80万っていう。 時もあありましたんであの着実に毎週毎週こう落ちてきてるということでもうこれ早ければ、ね、3万人4万人ずつあのー、減少まあ減少ペースがそんなにねえっ、ー、と一気にいくかどうかは別としてこれだと本当に6月中 から七月にかけてはもう二十万台に突入する可能性っていうのは十分あるかなというところですでトータルのただトータルのえっと失業保険を受けている人っていうのが三百六十四万人三百七十八三万人三百六十四万人ということでえっとあんまり減ってないですよね週ごとにの人 減ってるんですけどあんまり減ってないってことは長期にもしかしたら失業保険を受けてる人が多いのかなとあの27中以上が長期失業率者っていうことにカウントされるんでまあそこがあれですよねただえっ、ー、とアメリカが前回雇用統計あまり良くなかったのっていうのはえっ、ー、と安い仕事にはみんなつきたくないとなぜならばえっ、ー、とすごく今あの失業給付が 潤沢に出てるんで、安い仕事はつかないぞみたいなところがあったんですが、い今、22週ぐらいですかね、アメリカの中の22週ぐらいが、その失業給付をあのカットし始めましたので、来月ぐらいからは、やっぱり、あの今月分はもう雇用統計出ちゃってるんで、来12日を含む週なんで、来月ぐらいから雇用統計、また強くなるかもしれないですよね。あの連邦予算から出てる分と えっと週が出す分っていうのがあるので週の方をカットしだしたっていう22週がもうその余分な分をカットしだしたっていうところがあるんでまあその影響ってもしかしたら受けてくるかもしれないですねうんあとは今日が出たのが耐久在受注ということでまあ耐久在受注はマ、え、イ、ー、ナス1.3というところでしたねこれ予想はどうだったんですかね予想はうん 耐久財受注が、うんこれですか。えー、っと、予想プラス0.7がマイナス1.3だったですね。あんまり良くないですね。耐久財受注はいまいちだったというところですね。今日、あと、あとで、ね、7年債の入札があるんで、昨日なんかも入札良かったんですけど、金利上がっちゃいましたよね。うん だから、まあ、そこら辺は、えー、雇用統計と失,失業保険申請件数は良かったんですが、ということで、あと中古住宅販売保留が今、えー、とさっき出ましたね、うん。これはどうだったんですかね。えー、っと,どんということで、マイナス4.4でしたね、これは。中古住宅販売マイナス4.4、悪かったですね。 何でしょうねやっぱりそうですね、うーん、出てきてないですね、ちょっと見つけられないか。まあ、あのー、住宅に関しては、ここのところ全般的に弱いですよね、あのー、金利が上がっちゃってることと、在庫が減ってることと、えー、とあとは、あのー、 価格が上昇してるっていうまあそこら辺がネックになっちゃってるのかなという感じがします。はい、えっ、ー、と指標の方はそこら辺にしてえー、っとこ,こいつですねえー、っと倍電法炸裂ということで。 えーっと、バイデンファーストリバジェットリクエストプロポーズスペンディング6トリリオンダラーですよね、うん。要は6兆ドルの,あのインフラ投資予算を、えー、と計画ということで、まあ、第二次世界大戦以降最大の予算を組んでいくということですね。えー 6兆ドルの予算を金曜日に提案する。ニューヨークタイムズのこれ報道なんですけど、一方で今後10年間で1.3兆ドルを増える赤字を計上していくというところです。えっ、ー、と最初の予算請求はニューヨークタイムズによると、2022年度会計年度に6兆ドルを費やして、2031年まで総支出が8.2兆ドル増加することを求めている。 まあこの成長はバイデン氏の2つのアジェンダ、えー、と米国の雇用統計とアメリカの家族経過を含まれる社会的セーフティーネットのアップグレードし、裁量的な支出を他の計画的な増加とともに拡大するというふうに、ニューヨーク・タイムズには書いてありますね。まあ、要するに、6兆ドルというと600兆円で、えー、660兆円ぐらいで、2032年までに総支出が8.2兆ドル、およそ900兆円ですか。 のお金をばらまいてあの、経済を支えていくというのが出て、まあ、それで、えっと、株価とドルが上昇しているというところですね。日経平均先物なんかも、えっと、結構ビヨンオーと2万8800円台に上昇しましたよね。えっと、ダウが始まって、えー、もう始まりましたよね。ダウが始まって、 いった3万、えー、4577ドルまで行ったんですが、今ちょっと,、えー、と3万4500ドルぐらいまで落ちています。まあ全般的にいい株若干、えー、ダウが若干プラス、うん、でも、えー、とナスダックはちょ,っとちょっと落ちてますね。これ金利が上がったからですかね。やっぱりそれだけ大盤振る舞いで、えー、金を 出すととなるとやっぱりね、えー、1.62%ぐらいまで17歳入り回り、えー、上昇しましたよね。昨日1.58%ぐらいだったんで、えーまあ、0.4%ぐらい、えー、金利が上がってる。で、金利が上がった分、うん、ドルは上昇してるということで、ドル円が109円の50ぐらいまでいってますね。ドルインデックスちょっと上がりそうでしたよね。一旦下がって、あ、でもど全体的に。 そんなに、えっと、ドルインデックスもお上がった後ちょっと下がってるということで、ユーロなんかが反発してますね。ユーロも1.2180までいった後、えっと、今22台戻してるんで、ちょっと全般的に、えっと、株も一旦頭打ちになって、えー、ドルもお頭が抑えられてということなんですけど、まあちょっと6兆ドルすでに あのー、予想されていたところなのかなという感じがします。はいえー、とただ、そんな感じでは、やっぱり全般的にリスクオンの動きになってるかなという感じがしますね、今のところね。うん でまあ、問題はこの予算を通すために共和党とどう妥協していくかというところと、えー、あとは増税ですよね増税がどういうふうに行われるか、まあ、そこら辺を受けて毎年8月になりますとね、まあ、夏休み議会がに突入するわけなんですけど、えー、まあアメリカの財政の壁っていうやつで、あのー、財政の 枠をたっぱらないと連邦政府がシャットダウンされるよみたいなことが毎年やってますよね。うん、そこら辺が出てくるんでいかにこう増税していくかというところもあるかと思います。 えーとまあ、ちょっとバイデン政権がいろいろな意味でやっぱりいろいろ策を講じてきてますので、まあ、トランプさんはトランプさんでね最初の年にあの公約通り減税をやったことであの減税で結構アメリカ経済あの加速しましたよね。 で今はあの現在できる時じゃないんでむしろ金融政策がそろそろティーパーリングっていうことが今 FRB 金融面ではティーパーリングがすごくマーケットのフォーカスになってるわけじゃないですか一方でティーパーリングしていく中で今度は財政を出していって金融相場から、えー、業績相場にこう変えていく道筋をつけようとうまいこと考えたなみたいなことを思,思うんですが。 うまくここがバトンタッチできれば、アメリカのの株高も続く可能性といううはあると思うんですね。これがだ,だから金融相場が、えっと、終わる前に業績相場に行く橋渡しができないとちょっとなっていうところなんでまあどちらかと言うと今ちょっとそこら辺が、あのー、先来ちゃうんじゃないの金利が上がっちゃう方が先来ちゃうんじゃないのっていう何て言うかそういう思惑というか、えっと、恐れなんかが えとむしろ株価を押し下げている原因になってるんですがあとは予算に関してはね大統領予算を執行することはできるんですけど予算を決めるのは議会あくまで議会なんで、えー、と大統領っていうのは行政府の長なんで、うんあのー、そういう意味では、えー、とこの予算をどうやって通していくかっていうのが重要になってくると思います。 まあ、あのそうなると、ここからやっぱり議会での動きなんていうのがすごく注目されていくと思うんで、またそちらの方も、えー、といろいろ YouTube とかさまざまなも題でお伝えしていきたいかと思います。で今日のところはアメリカの指標とこの6兆ドルのニューヨーク・タイムズの記事のご紹介をさせていただきました。も YouTube ければいいねボタンと チャンネル登録まだの方がいらっしゃればチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日。